コンタクト入ってないけど。こんばんは。なんかさ、前髪のさ、両感覚よいしょ。なんかまあいっか。こんばんは。今日のメイク可愛いですね。してません。赤いサンタさんめっちゃ可愛いギフト。 MJ さん、島内さん、奥行きさん、中野さん、ピロシさん、正弘さん、ゆうちゃん団子ナラブさん、ラブレッタ、たくあんさん、ともゆきさん、ありがとうございます。いやちょっともうインスタとかも投稿しようと思ってたんですけど、気づいたら大爆睡してました。まだ眠いけどちょっと一旦起きないと。って思って起きました。安部さん、さくら、ライディンさん、ナラブさん、桜餅とペンギン、ありがとうございます。今日めっちゃもう疲労がすごい。疲労感でも久々の家に家がいいですもうホテル今回が東京ホテル4泊、しかも4泊のホテルが全部違ったけん毎日移動して、毎日まあ昨日というか今日まで行ったところはラジオ後のほんと数時間しかいなかったんであれなんですけど、家におるのがもう久々4種類のホテルに泊まった。
何番目？どうやろう。わ、一番目はどこ、どんなに言ったっけ、もう覚えてもないな、もはや。あ、あれか、千穂さんと配信したところだが1日目。あそこ普通に良かったですね。2日目はん、あ、さやかりんと池田と配信した。あそこちょっと嫌いだった。あのホテルなんかめっちゃ嫌だった。しかも自分の部屋特になんか嫌だでしたね。自分の部屋の形というか、結構なんか嫌って思うホテルだった。そうで、一昨日は風なのか埃なのか分からんけど、くしゃみが止まらなかった。まあ、場所的にはね、場所は良かったんやけど、鼻水で嫌でした。昨日のところは、昨日のところでも花火出てたよね。ホテルに着いた瞬間やっぱ花火出てた。まあ風だということに。ひろふみさんありがとうございます。ひーちゃん、赤色サンタさん、綺麗ギフト、やすべさん、バーバブさんありがとうございます。私たちはさ、ホテル自分で選んでないけん、もう行ってから次第、行って知るけんさ、選びようはないんでね。今週もみちゅうさん、あ、そうですね、まあ今週もリハーサルレッスン三昧かな。今週はご負担でも自分で選びたいって、そんなわけはない。さすがに、さすがにそんなわけはないです。
ずっとね、ずっと何かしらがあるからね。もう久々の家すぎてもはや嬉しい。そうホテル生活とか全然苦ではないんやけど、でもやっぱいいホテルじゃなかった、いいホテルっていうかなんか自分にしっくりくるホテルじゃなかったらやっぱ家がそりゃ一番良いです。今回は結構荷物を最小限にしていったので正解でした。あれ今日24日あもう24か。そういえば夜ご飯食べてないや。微妙な時間に食べて、夜ご飯っていう夜ご飯食べてない。今日はもう睡魔が勝ちすぎて今日もう24か。早いね。また何か食べるんですか。あのね、またって言わないでもらっていいですか。食べてないんで今日夜ご飯。私の食生活の何を知っとるんだ。今食べてないって言ったよ。お黙り。ウーバーはしない。普通に、いや買ったんよ。そう買ってから帰っ、なんか買って帰ってきたけどもう普通に寝てたから。でも別になんか今そんな食べたいとは思わん。パン食べて寝てましたね。明日給料日おめでとうございます。マグカップがいつもと違う。受ける。そんな一種類しか持ってないわけないでしょ。何種類もありますからね。なんか電波悪い。フルフルベーカリーみたいなやつ、東京駅にあるやつ。
の塩パンと北海道コーンパンみたいなやつ、食べた。トリュフベーカリー、これルー関係ないの？トリュフベーカリー美味しかった。でも今日はちょっと寒くなかった。嬉しい。やっとちょっと寒さが和らいでいたように感じた。爪も乾燥して。並ぶ3ペンギン。マジペンギンのポーズな。ありがとうございます。珍しくサラダ、最近は野菜を毎日取ろう生活を心がけているんですけど、買ったのに食べてなかった。食べようかな。しかもさ、なんかサバの味噌煮がめっちゃ美味しそうに見えて買ったのにさ、食べてない。しかもそういうさ、お惣菜系ってあんま日持ちしないよね。ソーダスさん、ありがとうございます。自意識高めですね。美意識だ。自意識、美意識な。そう、ちゃんと私はもう意識していないとサラダは食べないので、ご飯とか食
食べに行っても、サラダを選ぶ。意識していますよ最近は。ほんとここ最近の話やけど、トマトジュース、それはジュースじゃん。それはジュースに分類されます、私の中で。サラダセット、いらないやってなりがちやけど、まあちょっと健康のためにサラダセットにするかみたいな、ミニでもいいけどサラダにするかみたいな。ポテサラはほぼ毎日食べてます。それはもうサラダじゃない、じゃがいも。ドレッシング、家にはでも和風が置いてある。家に常備してあるドレッシングは和風でも、こういうお店で売ってるサラダとかに、あ、和風じゃないかも、今チョレギかなんかそっち系、和風かチョレギ、そっち系です。でもなんかこういうさ、コンビニとかで売っとるサラダについとるドレッシングは別についとるやつでいいやって感じ。なんでもいい。特にはこだわりなし。ドレッシングは大事だよ、常に置いとくこと。
ドレッシングとかマヨネーズとかポン酢とかは何かとないと困るものじゃん。タネさん、ヒューさん、ありがとうございます。多いな、サラダ。でもサラダはコーンとかそういうのが入ってないと食べれん。なんかキャベツだけみたいなの無理。コーン好きだよ。トウモロコシ好き。今日コーンパンを買って食べたようにぐらい。コーンは好きです。このサラダ、もうちょっとこのサラダだけでも結構くる。明日また食べます。お腹いっぱいにはならんけど、サラダじゃ。でも野菜を摂ることは大事なんでね。冷やしといた方がいいね。冷やします。
危ない、3分経ったらバンされちゃうから。そしてもうついでに持ってきた、見てこの健康なご飯、まるでさ自分で作ったかのように。サバの味噌煮の完成です。まるで作ったかのような。そこを買っていたからついでに温めて持ってきた。超美味しそう、食べさせていただきます。そう、注意かっこ注意書き、私は夜ご飯を食べていません。なので今これ食べてます。決して第二の夜食ではありません。お、これは美味しい、これは美味しいです。なんかね、ふいに美味しそうなんだ。今日はもう絶対に帰って作れる、作ったりする、もう鍋すらもうする元気ないなと思って、なんかお惣菜のところから、うわめっちゃ骨ある、探そうと思ってお惣菜をなんとなくファーって見たら、美味しそうなのを見つけた。しかも今 見たら賞味期限、消費期限今日までやったけん、めっちゃ骨ある。私はサバがやっぱ一番好きかもしれない。サバドル。サバドルです。サバ読んでません。実は35歳とかではありません。正真正銘2002年生まれです。わかる、これ白米めっちゃ必要よね。ちょっと今日はもういいけど、うん、やっぱ結局ね、何を食べるよりも和食が一番美味しかったりするんですよ。でもやっぱたまにパスタとかも食べたくなるし、パンも食べたくなるけど、やっぱ一番は、私が一番好きな主食はやっぱお米ですね。だから私日本じゃないと多分生活できない、食べ物が合わない。韓国はねほぼ日本みたいなもんやけん、ご飯とか、しかもなんなら辛いの好きやけんさ、食良かったけど、サバはね、しかも味噌煮が一番好き。サバの中でもやっぱ味噌煮が一番好きですね。そう、焼き魚系、なんか煮魚系、こういう系のお魚って感じのやつはサバが一番好き。塩サバよりもサバの味噌煮派です。
か小学生の時とかにさ、給食で出るやつも その時代からサバはずっと好き。塩焼き買っちゃいました。今今ですか。その頃から煮る派って、いや、その頃は煮とるとか煮魚とかあんまそんな、なんか意味は分かってなかったけど、でも多分今考えるとそうだと思う。骨がね、結構あるのだけは嫌だけど、やばい、サバにまたハマりそう。ロケ弁の小熊ってところが美味しい。へえ、結構お弁当でね、出る時も私は選びがち、サバを。サバが好きなのはサバじゃないけど、あれどこやっけな、金兵衛、金兵衛、金兵衛っていうところのお弁当めっちゃ好きで、たまにね東京とかで出ることがあって、一番好きかもここの弁当。金兵衛さん、サバ食べたことあるか分からんけど、あ、銀だらとかかな、食べたことある。これがめっちゃ好き。しかもなんかその中に入ってるマカロニサラダみたいなやつがめっちゃ美味しくて、これが結構ナンバーワンかも、サラの中で。ナンバーワン食べたことある。ロケ弁、ロケ弁って調べてそんないっぱい出てくるんか。あ、出てくるね。ロケ弁、金兵衛大好き。これも食べたことある。浅草今半、これも食べたことある。あとは
オーベルジーヌ。オーベルジーヌは M ステの時に AKB さんがいつも食べとるっていう、もうファンの頃、もう私のオタ時代からのイメージがあって、初めて来た時めっちゃ嬉しかった。しかも中辛か辛口かなんか選んだらちゃんとまあまあ辛みがあるところも好き。これも食べたことある、トリキュー、トリッサーなんていうの、これトリキューかな、もう食べたことはある。でもやっぱロケ弁って調べたらさ出てくるぐらい有名なの。そう、オーベルジーヌはカレーとあの丸々じゃがいもが入ってるやつ。この前はマイセン、マイセンのお弁当でした。なんかすごかったよ、玉手箱ってやつや、なんかヒレカツサンドとかんぴょう巻きといなり寿司みたいな、パン入っとるのにお米も入っとるのみたいな、余っていたのをもらって帰った。そう、もう一種類あって、もう一種類の方を食べたけど余っとったけん、持って帰った。もう一個の方はなんかそぼろみたいな、これだ、そぼろの二色弁当ってやつでした。楽しい情報ありがとう。受ける、ぜひ真似してみてください。アイドル気分、アイドル気分感じてください。最近なんか食べたかな、どこのやつ食べたかな最近。覚えてるときはお弁当とも写真を撮るようにはしてるんですけど、あ、なんかね、ちょっと前に食べたやつめっちゃ美味しいやつあったよね。めっちゃ美味しいや買ったやつある。あ、これごっつ食べなはれってやつ。のり弁ごっつ食べなはれっていう名前なんかな。これめっちゃ美味しかった。池袋？池袋にあるのかな。これめっちゃ美味しかったです。配送参りますって書いてある。へえ。これ美味しかったですね。やっぱでもさ、美味しいって感じるお弁当系さ、やっぱり魚系が多いんかもしれん。こう見てみたら、わ、え、もうこんな時間？私にお弁当を差し入れする機会があったら
ゴッツ食べなはれかオーベルジーヌか金兵衛でよろしくお願いします。人生何があるかわからないので、あるかもしれないんでね。半額シール何言ってんだ何言ってんだ。そうこう話しているうちに鯖の味噌煮を完食いたしました。今日放送された宮城キングダムは TVer さんの方であるので、ぜひ あ、そうだ、私あのファンクラブのね動画載せたんですよ。生誕祭の Vlog 更新したので、ぜひ見てください。ツイートは明日しよう。ビタミンさん、ナーラブさん、ありがとうございます。恋してカープさん、ありがとうございます。はい、今日、あ、そうか、今日日曜日か。それではランキング見たいと思います。13位恋してカープさん、12位もんちゃん、11位タネさん、10位ひーちゃん、9位バーバブさん、8位ケイさん、7位ビタミンさん、6位ハマーさん、5位めっちゃきのこさん、4位やすべーさん、3位ゆーちゃん、2位赤色サンタさん、1位ナーラブさん、
ありがとうございました。それでは、ありがとうございました。またゆっくりは寝れませんがまた明日からも頑張っていきましょう。一週間やっぱお腹空いてきたな結局なんかお腹空いてきた。はい、それでは終わります。ありがとうございました。バイバーイ。ファンクラブ見てください。えってなんだよ、私がお腹空いたって別にいいでしょ。バイバーイ。もう手振り終わり。バイバーイ。今日意外とある。意外とあった。